コントローラーですから、要は、うん、で、このルービックキューブのコントローラーをこう回しますと、よいしょ、ちょっと待ってください、最初のキャリブレーションがまだやってませんでした。よいしょ、まあとにかく、このこれがコントローラーになってまして、うん、で、このコントローラーを回すことによって、こっちのルービックキューブが回るというふうになってます。